いや、これ本当にトラウマなんだけど。初見の時に、まあ負けましたわ。なんか牛沢の力がめっちゃ役に立った覚えなんだよな。メタルライダーゴミだったな。いや、カッコ本当にこれ苦戦した覚えなんだけど、ボンマスで。やばいんだよな。とりあえず弱点はヒャタルコで取れるんですけど、あと2体はまあ頑張れとしか言いようがないんですよ。オルゴデミアって結構弱点つきづらくって。こいつ結構弱点をつくのが大変なんですよ。効率規制の呪文と言ってもですよ。あんまりね、賢さがこいつ高いんで、あんまり呪文取んないんですよ。弱点、あーでも魔法使いほど賢さ高ければって感じか。来ました。なぎ払う、状態上がついてくる。いや、効果抜群だって、ちょっと待って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 。あ、主人公動けなくなっちゃった。主人公動けなくなったら、つばせりできないじゃん。いや、つばせりはできなくなってる。いやー、もう初めからきついな。なんとかひっくり返せねえかな。ここで動けないの痛いな。いやー、ここでまず火力源が下がっていくか。火力源ここでか。ここで火力源のヒャダルコ止まるの痛いな。ナイス、ダッシュを頼む。よし、いいよ、今のそれでだいぶ何来る。あー、もうどこの反応か。どっち来ても嫌なんだよな。でも結局避けろ、避け、ジャミか、避けるか。ジャミは避けた、ジャミは避けた。ここの回復が痛いんで、回復やばくない？ちょっと待って、これ削れる、これ削るのが大変すぎるんだよな。ナイス、2連回しもがついて、奇跡も魔法もあるんだよ。まだだ、まだまだ終わらせない、まだこんな簡単に終わらせてもらうかと。ちょっと怖いのは、このターンに薙ぎ払うで主人公が止まると、ほぼ負け確定するんですけど。このターンで主人公が薙ぎ払うで止まったりしたら、つばぜれもへったくれもなくって。褒めた瞬間それ。おー、いてはラッキー。これはラッキーか、これはラッキーかも。なぎ払うが来なかったのはかなりラッキーですね。次のターンはとりあえずしのげるか。いやー、でも待って、きつくね、待って、これきつくない、いや、とりあえず気持ちに負けちゃうやん。とりあえずつばせり勝つぞ、とりあえずここ勝つぞ。これやばくないか、5ターン目あれだよな。とりあえずここ勝つしかない。勝つ、よし、勝てる、勝てる、だろうか。じゃあ、なんだとは。ゾーマを倒したこのパーティーならオルゴデミラムを勝てる説検証していきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと声枯れてんだけど、もうだって2時間半、待って、あれさ、2時間半続けて撮ってんのかよ、俺、よく見たら。今、撮影時間びっくりした。2時間半続け撮ってるわ。それ疲れてるもんだ。主人公でさ、今日、ずっと撮ってんだもん。しばらく動画撮りたいに困りませんよ。行くぜー、ドラゴンクロー、ハートライン、よし、いいよ。とりあえず出てる。うわ、天地は入ってきた。いや、武闘家あたり避けてほしいな。ガードが避ける。聖女の盾たり、ガードがどっち、よし、いいよ、避けるのでかいよ、デンスケ。デンスケ避けたの。いいよ、ダークウェッチ、いけ、ダークウェッチ。でもこんなもんか。そうか。さあ、カエルの息で弱点を取って。ナイス、315。どうしようかな。2ターン目。ここで行こう。負けない。なんだと。
お佐々木さん、あーもうダメ、もうダメ、もうホームボタン押したい、ね、ホームボタン押したい、これ押していい、ちょっと飲んどる過去の動画でやったアマチュアまたするのか俺。いやー無駄な回心出してんね。もうもう勇気溜まってくれ、もう向こう。なんで勇気溜まんねえんだよこういう時に限って。お待って、待って、次なんだと思って、あれこれさ、これ待って、あれ待って、あれこれ待って、あれワンチャンないか、あれワンチャンないか、これあれワンチャンあるか、ワンチャンあるんじゃない、あれワンチャンあるのか、なかったらカットだし、あれああダメ、あダメ、えあれおえああれこれえあれえちょっと待って、あの俺ちょっと待って、俺カットで、俺カットする気満々、えあの俺カットする気満々で今やってたんだけど、あれあのすいません、俺が諦めてただけで、お前らもしかしてえ嘘でしょ、ちょっと待って、俺完全にカットする気満々だったぞ、おい、どうしてくれるんだ、いやでも、わかんない、ここ、とどめの一撃を、とどめの一撃、つばせらいまで、なんと持ってったぞ、いや、まだだ、まだだ、俺だけ諦めてたよ、ごめんな、勝負投げてたよ、まだあるんだな、もう一度チャンスがあるってか、よかろう、全身全霊、いくぜー、やったー、完全に完全に俺カットする気もなかったのに、もう黙ってたもん、ぼーっと見てたもん、いやー大失敗だわこんな勝ち方したの珍しいわ、こんな勝ち方したの珍しすぎだろおい、なかなかに珍しいな、完全に完全にさ諦めてたんだけど、俺が諦めてたわ、いやこんなことあるんだね、いやまさかその勝ち方は予想してなかった、いや我かしこの勝ち方予想してなかったな、なかなかない勝負だったね、編集大変だぞ、はい、鬼門。もう嫌だ、こいつ嫌い。マジでこいつだ嫌いです。はい、本当にこいつだけ勘弁してほしいんですよ。もう何回こいつに負けたかわかんねえよ。ただ俺が悪いよ。ああ。中身は入っている。されました。なぜこうなったのでしょう、私にはわかりません。いや、鬼門でしかない。まあ、モンマスでやったとき、まあ、よう負けましたよ、こいつには。さあ、主人公で挑む、ラプソーンです。もう、満身創痍なんですけどね、私も、オルゴの時に使い果たした気がするんですけど。まあ、負けたら高速で持ってこうと思います。さあ、
とりあえず武闘家でいきますよ。なんだかんだで武闘家よく使うな。やっぱ好きなんだこの武闘家そこそこに。はい、よいしょ、おいいよ。とりあえずしっかり当てないと。新大魔王 SP が高すぎる。サイコストームから入ってくるか。誰だ、避けない、避けないのかい。そこは避けてくれ、武闘家。武闘家なら避けてくれ。回避率 30%。 それは無理。あ、そいつは無理だ、しゃあない。回避率 30% 仕事しなかった。キスコ頼むぜ。弱点取れるよ。オッケー、弱点は取れる。さあ、サイコロンで、サイクロン。弱点は取れるんですけど、やっぱり耐久なんだね。まあ、耐久が足らないこと足らないこと。サイコストも一回受けるでも違ったけどね。次のターンだな。主人公当てないととりあえず火力は出ない。さあ次、ドルモア。このドルモアの力は高いんですよね。言うて武闘家は忍びの服着てるからある程度経験してくんないかな。キスコと武闘家でサイコロは死ぬ。にゃー、ちょっと待って待って待って、もうタイヤリが早すぎる。ね、タイヤリが早すぎない、タイヤリが早すぎない。ナイスキスコ。タイヤリはまだ早いってか。いや、タイヤリはまだ早い。諦めない、諦めない、諦めねえよ。諦めねえぞ俺は。俺は勝利を諦めません。いくぜ。はい、よいしょ、 OK。 なんとかある、なんとかある。でもどうすんだ、こっから、こっからどうする。マジックバリアを使えば絶対食らわない状況を出せる。マジックバリアを使えば絶対食らわない状況は出せるんだけど、どうする。信じるか、マジックバリア使うか。諦めません、勝つまでは。あれ、おお、なんか何、ロムが待ってる。 Wii をお前も疲れてきたか。俺も疲れてるぜ。ドルモア行って読み。いや、でもこれ削れるか、お前ら頼むぞ。よし、か頼む。いや、まだか、まだ早い、まだ早い。サイコロンかキスコがうまい打点を取れば勝ち。頼む、どっちかを与えてくれ。よし、サイクロンなら打点は取れるから多分これで。頼む、ボーダーまで持ってけ。よし、よし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 、すごいじゃん。今度は俺が諦めるタイプか。おお、いいね、最高最高。よし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 よっしゃ、勝った、楽勝やわ、楽勝やわ。俺は17時間大魔王聖伝戦やった男だ。3時間の収録なんて、もう3時間収録してんのか俺もしかして。あと少しだぜ。